みんなね気にしすぎなんだよ、汚い汚いとかさ、うん、汚い汚いとかみんな気にしすぎ、ほんと言わしてもらうけど、うん、前も言ったと思うんだけど、こんなね車が汚いとか、これから自分がね生きていく中でどれだけ小さなことか、まあ、僕34なんだけど、じゃあ仮にね俺が80まで生きたとしよう、仮に、まあ、平均寿命で言ったら多分80ちょっとぐらいでしょ、まあ、じゃあ仮に80まで俺が生きたとして、あと俺の人生、まあ、50年近くあるわけですよ、50年ぐらいとか、平均寿命まで俺が生きたとしたらさ、まああと50年ぐらいあるわけよ。ほんでこの残りの人生の50年間から考えてみたら、ここの一時ですよ、一時ここの車の中が汚いってどれだけの小さなことか分かります？こんな小さなこといちいち気にして生きてたら人生楽しく生きれないよ、申し訳ないけど。本当にどれだけ小さなことか、こんな車の中が汚いとか。これからあなたたちはね、君たち見てる君たちですよ、どれだけあと生きるんだよ、その自分の人生のね残りの年月、それかこれから起こることとかいろんなことを考えたら、今この瞬間ね車が汚いとかどれだけ小さなことか、本当に、うん、小さなこといちいち気にしてたら楽しく生きれないって。みんなももっと大人になりなさいよ、うん、子供なんだよ考え方が。小さなこといち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 さ気にしてさ、え、うん、だ今はねコロナとかすごい騒がれてるじゃん世の中で。あー出す、匿名の方、おみくじは出す、うん、天才でしょ、うん、コロナとかってね今すげー世間が騒いでて、こんなコロナ騒動とかと比較してみなよ、コロナのこのあの深刻な状況、世の中のこのコロナの影響ですごい深刻な状況になってるじゃん今世の中が。それに比べたら俺のね自分の車が汚いなんてどれだけ小さなことか、本当に、うん、いやマジで本当ですよ、うん、な小さなこといちいち気にしてんじゃないよ、うん、どうでもいいよくない、あんな車汚いだからどうでもいいんだよ、ほんの、うん、あ、風船どうも。落書きも気にするな。いやだからもう俺気にしてないじゃん。落書きだってもう気にしてないじゃん。うん。ネチ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 言ってないじゃん。むしろネタにしてるじゃん俺配信の。落書きももう俺全然気にしてないもん。うん。なそんなね小さなことでいちいちね気にしすぎ、みんな、うん、しょうもないよそんなの。もっとねあの考え方をもっとねあのなんていうの、考え方を変えた方がいいよみんな、うん、いろいろと。考え方を改めるべきです。あーもうお腹いっぱい。あー あ、いいね、どうも。政治家やんけ、何が？な、この小池知事？絶対偽物だろ、こんなの。本物の小池知事がこんなの見てるわけないだろ、これ。うん。
認証マーカーで嘘つけよ、嘘つけよ、絶対嘘でしょ。え、なにこの、え、はい、嘘おつ、はい、嘘おつ、ツイッターの認証マークあるんかと思ったわ。で、この人のアカウント今、辿ったよ、今。ふわっちと連携してたら、ツイッター連携してて、もしそれで、本物の小池知事のツイッターアカウント、しかも認証マークあったら、え、マジでと思ったけど。嘘おつ。アトラダスケさん、クマさん出す。いや、偽物だよ、俺見たもん、今。今見たけど、偽物だわ。やばい、うんこしたくなってきた。ちょっとうんこしてきます。一応財布持ってっか。あとなんか買ってこないと、ここ3時間無料になんないから、ちょっとなんか買ってくる。ちょっと待って、窓閉めないと。ちょっと行ってくるわ。狭いな。よいしょ。